ブーツに入ったドクター・マーチンのロゴドクター・マーチンは、イギリスのドクター・マーチン PLC が製造及び販売を行っている靴、ブーツのブランド。主要な製品の一つに、エアークッションの効いたソールを黄色い糸で縫い付けた、ブーツがある。ブランド名は、バウンシングソールを考案した、ドイツ人の軍医である、クラウス・マーチンに由来している。ブランド名は、ドクトル・マーチンや、ドック・マーチン。 ドックス、DMS などのように表記されることがある。ドクター・マーチンのブーツが1960年代後半から1970年代中頃にかけてスキンヘッドやパンクロッカーなどのサブカルチャーで愛用されたことが紹介されることがある。ドクター・マーチンブーツ。靴底を一周する黄色い縫い目が特徴。発案者のクラウス・マーチンは第二次世界大戦中に ドイツ軍に属していたドイツ人医師である。1945年の休暇中にバイエルン地方のアルプス山脈でスキーをしている最中に足首に怪我を負った。彼は軍から支給されるブーツが怪我を負った足には全く適さないことに気づいた。怪我から回復するまでの間に柔らかい皮と空気を充満させた靴底を用いたブーツの改良案を設計した。戦争が終わり。 ドイツ人による都市からの貴重品略奪が始まった時、マーチン博士は靴屋の店から革を略奪した。その革を用いて現在有名となったエアークッションの効いた靴底と組み合わせ、彼は自身の手によってブーツを作り上げた。マーチンは1947年にミュンヘンで大学時代の古い友人であるドクター・ヘルベルト・ファンク。 に再開すするるまではその靴を販売する機会がなかったファンクは新しい靴のデザインに興味をそそられ、二人はドイツ空軍飛行場から廃棄されるゴムタイヤを材料としてドイツのゼースハウプトでその年のうちに事業を開始した。快適で長持ちする靴底は主婦を中心に人気を博した。最初の10年の売り上げの80%は40歳以上の女性からであった。 売上は1952年にはミュンヘンに工場を開くほどにまで増大した。1959年にはマーチンとファンクが国際的な履物市場を視野に入れるのに十分なほどにまで成長した。ほぼ同時期にイギリスの靴製造メーカーである R、グリークスグループリミテッドがイギリスにおける靴製作のための特許権を買い取った。グリークスは名称を 英国化し、よりぴったり合うようにかかとを細くし、トレードマークである黄色の縫い目を施し、靴底をエアウェアとして商標登録した。イギリスにおける最初のドクター・マーチンは、1960年4月1日に片側8個の紐もこチェリーレッドの色、ナパ側のデザインで発売された。それは郵便や警察官、工場労働者などの間で人気を博した。 1960年代後半にはスキンヘッドがドクター・マーチンのブーツに注目し、チェリーレッドのブーツがストリートギャングの象徴的スタイルとなった。1970年中頃、ドクター・マーチンのブーツはイギリスのパンクロックスターの間で人気となり、そのファンもまたドクター・マーチンのブーツを履くようになった。これらのブーツと靴が若者のサブカルチャーとして人気を集めるようになった。 ドクター・マーチンの名前は、アレクセイ・セールの歌の題名としても使われ、マッドネスの CD ボックスセット・ザ・ビジネスのカバーアートにも登場する。ドクター・マーチンには1990年代後半まで、エアーウェア社製とイギリスで製造していたホワイト社製があった。ホワイト社製のドクター・マーチンは1990年代終わり頃に製造中止となった。ホワイト社のドクター・マーチンは、 服の部分の丸みが可愛くて人気があり、エアーウェア車と競合していた時代もホワイト車の方が多少人気があった。しかし、エアーウェア車の方が多少製品の精度が良かったと思われる点と箱が、エアーウェア車のような綺麗な箱ではないことが難点として挙げられる。特に、ホワイト車の箱は段ボール製の無地の箱で、横に1枚ラベルが貼ってあるだけだった。 エアーウェア社製とホワイト社のドクターマーチンを比較してみて大きな違いは、ホワイト社の製品はタグがドラマーティンズになっていること、サイドにあるマーチンの刻印がないこと、先に記載した倒立の部分の丸みがあること、紐が丸紐ではなく平紐であること、インソールの刻印のデザインが違う上に文字が金色であること、そのあたりが大きな違いである。インソールの刻印のない模造品も存在する。 2000年代に入り、ドクター・マーチンは、エアウェアの名の下で、伝統的な黒い靴、サンダル、つま先に、鋼の入ったブーツといった、様々なスタイルが提供され、独占的に販売された。その後2003年4月1日に、ドクター・マーチンは、イギリス国内での生産を停止し、中華人民共和国と、太陽国で生産されることになった。エアウェア、インターナショナルリミテッド、 ブランドの永久ライセンシーである R ・クリークスグループリミテッドの子会社の位置づきにあるが、R ・グリックスグループリミテッドは2013年にイギリスのプライベートエクイティファンドであるペルミラ・アドバイザーズ参加のファンドに3億ポンドで買収された。2021年1月、ペルミラはドクター・マーチンの IPO を発表、同年2月にドクター・マーチンは 株式公開企業となった。日本法人は、ドクター・マーチン・エアウェア・ジャパン株式会社であり、1998年に設立、東京にオフィスを持つ。ありがとうございます。